やばい、このままだと4年かかる。どうもドズルです。さあ今日からねちょっとテーマソングが、変わっているんですが、勢いよくやっていきたいと思います。新100本ノック、ちょっとねこのペースだと4年間かかっちゃうので、ペース上げていきたいと思います。前回ドズルアカウントだったんでね、今日はドズ2アカウントで、攻めていきましょう。ドズ2アカウントタウンホール9で、クロスボウレベル3、そしてヒーローがね、いるベースに攻めていきたいと思います。それでは参りましょう。さあそれではやっていきましょう。今日ドズ2が使っていく戦術は、ゴルイズバルキリープラス裏ホグですね。ベビドラ一体とかちょっとおしゃれに、入れちゃったりしているんですが、やっていきましょう。ちょっとね課金塾のせいでアーチャークイーンがたくましいことになってるんですけど、たくましくね20に成長してしまったんですが、まあそれによってね、全開率が若干上がったんじゃないかなというところで頑張っていきましょう。なかなか出ないな。タウンホール9でクロスボウレベル3、そしてヒーローがどっちもいるところにね攻めていきたいと思います。ここだ、ここにしよう。ヒーロー若干低いですが、まあまあまあ施設もそこそこありますし、このね30方向と9時方向が施設が結構固まってますね。ゴレニでしっかり押さえていって、バルキリー中にジャンプで入れていきたい配置ですね。どうだろうな、この配置だとジャンプ2の方が良さそうですが、まあ、うまくバルキリー中に入れていきたいと思います。まずはゴーレムからかな。ゴーレム一体で、ウィザードアチャクイ、さあこんな感じで配置しておきます。若干やっぱここねヒーラーがいたら、ゴレヒーでねうまく延命できるんですが、もう一体ゴーレム追加してしっかりと守りながら進めていきましょう。この丁寧さがね大事大事。よし、いい感じ。若干ちょっとこれ怖いな、横にねアーチャークイーンが流れてしまうのが怖いので、ここをオールブレーカーで壁開けるか、ベビドラ使っときますか。ベビドラ使って、サイドカットしつつ、オールブレーカーで壁開けましょうかね。大砲の前、 OK、 よし。でここでゴーレム歩いていきまして、アーチャークイーンもそれてない、 OK。 あ、援軍出てきた、やばいかも。これちょっとクローク使ってババキン処理して、やばい、これはゴーレム溶かされるパターン。さあバルキリーも投入、さあ真ん中でジャンプ、そして、早めにポイズン打ってのヒーリングかけとこう。ここはね結構バルキリーがやられてしまうとあれなんで、中心部でヒーリングかけながら、あーバルキリーが若干6時に流れてる。中心部のバルキリーにヒーリングかけて、さあ3時ホグいけ、もうかなり出してヒーリングかけてクロスボウまで一気に行きます。どうだ、悪くないよ、悪くない、3時方向悪くない。さあそしてあバルキリーも結構生き残りつつも、さらにホグライダーが北上していく。オッケー、これいったでしょ、多分いった。よし、ホグライダーがしっかりとテスラの方向まで走っていきの、よし行きましたね、これは完璧に、ありがとうございます。いやーでもねバルキリーもやっぱ強いな。こうやってみるとねマルチ陣、これは結構やっぱり取れないといけない配置なんですが、しっかりと、取ることができましたね。序盤がやっぱりちょっとヒヤッとしましたがなんとか、前回取ることができました。いや結構ね100本ノックは対策陣に対してもねいろいろ練習していきたいなと思いつつも、やっぱマルチだとねこういった陣が多いのかもしれません。ありがとうございます、ありがとうございます。いやーよかった、なんとか取ることができました。まあリプレイの方も見ていきましょう。はい、リプレイで見直していきたいと思います。まずはねこれ9時方向から攻めたんですけれども、まあ、9時方向結構ね施設が密着していた、密着っていうか、密集していたので、まあ、9時方向からのアプローチで悪くなかったんじゃないかなと思われます。若干ねこれクイーンと、ゴーレムで削りすぎちゃって、横にサイドにね、流れるのが怖かったので、ベビドラを使って、なんて言うだろう、ベビドラを使って、サイドカットしつつ、ゴーレムとアーチャークイーン中に入れていったというイメージです。ちょっとねウォールブレーカーで開けた後にアーチャークイーンが前に出ちゃって、ここで援軍とバーバリアンキングをアーチャークイーンが釣ってしまったので、クロークをね先に使っちゃったっていうのが若干なんて言うんだろう、ミスポイントかなと思いますが、バルキリーうまくアーチャークイーンに引きつけられて真ん中に、入ってますし、真ん中に入ったバルキリーにまたヒーリングを重ねて打っているっていうのがまた一つね、今回の成功ポイントかなと思います。あとは3時方向の攻略ですかね。3時方向もホグライダー、大量に入れて、でも一気にね、クロスボウまで、ヒーリングをかけながら破壊しております。
こういったね要所要所っていうか、攻略すべきポイントがね、明確な陣っていうのはホグライダーとか刺しやすいですしね、今回みたいにゴレウィズプラス、ホグライダーみたいな、戦術が刺さりやすいので、ぜひ参考にしていただければなと思います。ということで100本ノック、新100本ノック今のところ2分の2でね、成功中ということで、今後もちょっと頑張っていきたいと思います。今日もおすすめ動画を左に表示しておくので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで今日はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。